悲しみもあること知ったのはついこの形にならない幸せがなぜかしら思いのそこのもの。あなたへの手紙最後の一行思いつかない。ここでけじめをつけましょう。窓辺の花が咲いた時わからく花が散った時あなたに愛された時万獣者か恋する女は万獣者か皆様、こんばんは。ちょっと歌の世界に入りすぎちゃってて今現実を。皆様本当に今回は大変な最中、またお暑い中ようこそお越しくださいました。改めまして藤あや子でございます。何しろいつもとこのステージからお客様のお顔を拝見するこの景色が違うものでしてね、昨日はそうですね、昨日のコンサートがこのコロナ禍の後のそうですね、自粛期間を経て5ヶ月ぶりの約5ヶ月ぶりのコンサートだったんですけども、まあどちらかと言いますと昨日はもう本当に自分の中でもこう精一杯で、今日の方がちょっとだけ余裕ができた分、なんか現実こう見ますとなんか変な緊張感がありますけれども、助けてくださいね、お客様、拍手でいっぱい応援してくださいね、お願いしますね。まさか生きてる間にこんなことになる時代になるとは誰もが想像しませんでしたけれども、まあでもこうして今日はそんなさなかわざ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 お越しくださって本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。いつもですとねここでねあやちゃんコールとかいろいろねこうご声援をいただいたりするんですけども、まあそれもなかなかままになりません。ですからせめての力強い拍手だけは最後までどうぞよろしくお願いいたします。チカチカもいいわね、やってくださいね、ぜひ遠慮なくどんどんやってください。ありがとう。あ、持ってるじゃないですか、出してください、どんどん。ありがとうございます。また今回はですねこの夢グループ様のコンサートということで、もう私もの夢グループ様の社長様のご厚意でスタッフ、もちろん私もそうですけども、全員がPCR 検査というものをさせていただきまして、おかげさまで全員陰性でございましたのでご安心くださいませ、はい、大丈夫、ね。まあ、でも大変でした。PCR 検査されたお客様いらっしゃいますか。鼻からこう綿棒をこう入れてね、その検査なのかなと思いましたら、変な話こういうなんか試験管みたいなものに大さじ1杯強ぐらいの唾液を出さなきゃいけないと。まあ比較的若めの方は出やすいんですって。まあ私もこう若作りしてますけども、そこそこ行ってますので、どうかしらと思って水分いっぱい取ってから行きましたら、なんとか無事に取ることができたんですが、司会のたまちゃんはなかなか出なくて泡ばっかり出て
1時間かかったそうでございますけれども、でもね、たまちゃん陰性だったからまあ良かったんじゃないの。まあ本当に今日はね、そんな感じで、いつもとは違う形式のコンサートではありますけれども、たっぷりとお楽しみいただきたいと思います。どうぞよろしくご声援お願いいたします。ありがとうございます。なんかでもアットホームな感じで私好きですね、この感じも。なんかとっても距離はありますけれども、こう気持ちがこう近づいてる感じがいたしますけれども、まずはオープニングが、まんじゅう釈迦という私が大好きな山口百恵さんの歌、百恵さんが20歳の時に出された歌を、私デビュー15周年記念曲として出させていただきました、まんじゅう釈迦。そしてこの歌はやっぱり私にとっては代表曲、なくてはならない歌の2曲でございます。心酒、紫以上、2曲続けてお聴きください。
ち祭りちゃみちゃみ自転車で行動。昨日聞いたらですね、一番どこ遠いとこ行ったのって聞いたら、青森まで4日間かけて行ったそうです。ねえ、皆さん、拍手しなくていいんだけど、おかしいと思う。4日間かけて、青森、大丈夫だと、筋肉痛とかそういうのないの？帰りはどうなの？帰りの方がきついでしょ？西は神戸まで行っててまだ自慢話してますけども、あら、そうなの、気をつけてね、本当にね。そして三味線はもう新婚さん終わった3年目、まあ新婚さんですね、清友くんでございますけども、まあうちの頃からずっとね、私のバンドさんでねついてくださって、もう何年になる、もう6年も経って、ずいぶん大人になったね。いや、もう最初のうちはなんかひょろっとしてね、心配だったんですけども、やっぱりちゃんとご家庭を持ったら、なんかしっかりいいお父さんって雰囲気になってきた。もう清友くんでございます。もうせっかくお二人まだ残ってくれてるので、もう一曲歌っていいかな？愛子のお国自慢もね、歌わせていただいたことだし、やっぱりこのノリのいいもの、我がふるさと秋田の民謡いっぱいありますけども、この歌が一番和製ラップと言われてまして、江戸時代からある民謡なんですが、秋田音頭、ね、あー嬉しい、まあ、ふるさとの皆さん喜びます。秋田音頭もなかなか全国的になって嬉しい。まあ、今回はですね、私まあ、30周年記念曲として出したんですけども、ちょっとアレンジを変えまして、民謡のこのアレンジとは違って、本当にダンスミュージック風だから、ちょっとあれ、これ秋田音頭じゃねえなって地元の人は言うかもしれませんけども、またこういう形にしますとね、若い人たちもお、かっこいい、お、いいじゃないか民謡っていう人も増えてまいりましたので、ぜひ今日は皆様、お若い方がたくさんいらっしゃるようですから、じゃあダンスミュージック風の秋田音頭では行ってみます。レッツゴー、マチュー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 、
狂わせうるんだ瞳で焦らしておくるセクシーガール、今夜もそばで群がる男の手が垂れしまいに落とした世の中遊び上手に来るわ恋の駆け引きオンライン夢を見せてくれ浮気の男は隠せないけれど今は夢を消さないで約束なんて守れないけれど今はもう絶対さ雨に濡れて何は風に濡れてもあや濡らすかな今夜も一人でお前待ち焦がれて君の恋は詰めすぎて明日も燃えてる何度でも自分に言い